高松駅、香川県。高松駅は、香川県高松市浜の町にある、四国旅客鉄道、JR 四国、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。駅番号は、予算線が Y00、高徳線が T28 となっている。駅の愛称として、さぬき高松うどん駅が、駅案内パネルには、瀬戸のと四国最北端の駅のキャッチフレーズがそれぞれ付与。 されている。香川県の県庁所在地である、高松市の玄関口であり、高松琴平電気鉄道、琴電、河原町駅と並ぶ同士の2大ターミナル駅の一つでもある。徳島県の徳島、愛媛県の松山、高知県の高知といった四国地方の全県庁、所在地を結ぶ、特急列車が発着する当駅は、80年間に、渡り、四国と本州を結ぶ、 鉄道連絡線、向こう連絡線の接続駅であったか、その名残で線路がすべて当たり駅で行き止まりになる、終着駅構造になっている。そのためホームはすべて東端式ホームであり、駅前広場からホームまで全く段差のない構造になっている。なお、当駅発着の切符には、駅名が三、高松と印字されているが、これは JR 西日本七尾線にある、 高松駅と区別するためである。予算線を所属線とし、高徳線を加えた2路線が乗り入れている。どちらも当駅が起点となっている。このほか、予算線経由で、土産線、本市備山線の列車が乗り入れてくる。本市備山線の系統については、予算線区間も含めて、瀬戸大橋線の愛称が付けられており、当駅は、その四国側の起点としても扱われている。 また、駅から国道三十号を、中央通りを挟んで、東方、約二百メートルにことで平線の高松築港駅がある。千八百九十七年、明治三十年二月二十一日に、さぬ鉄道の駅として開業してから千九百十年、明治四十三年六月三十日までの十三年間余り、高松駅は、現在地からおよそ一点三キロメートル南西の、 香川郡宮、脇村大和西浜、現在の高松市大木町2丁目、香川県立物学校付近にあり、通称、西浜ステーションと呼ばれていた。高松港と本州、岡山県を結ぶ、鉄道連絡線は1897年頃に、佐抜鉄道規制会社によって3、戸黒港、現、岡山市中区間が運行され始め、 1903年には、山陽汽船によって、本格的な運行が始まった。しかし3、戸黒港から岡山駅までの乗り換えが多く不便であったため、港は本州側上陸最短の宇野港へ変更した上で鉄道を付設し、その開通をもって1910年、明治43年6月12日に、宇行航路が開かれ。四国側の高松港でも、 鉄道連絡の利便性を向上させるべく、高松駅の場所をよりこうに近くする必要があったため、右高航,航路修航のおよそ20日後の1910年、明治43年7月1日に、高松市新港町、現の町に新高松駅が開業した。新駅舎への移転にあたって、線路も当時の海岸戦争いを高松港へ向かう。 現在のルートに変更されて、その終点に新駅舎が建設された。旧駅舎跡には、香川県立盲学校が建設され、現、高松総社場から東へ向かう、旧路線跡は現在高松、市道五番町に下から線となっている。その道路の拡幅工事の際にも、旧駅舎跡付近で、プラットホームに使用れていたレンガなどが出土している。高松市は、 駅の南側に土地を確保しており、ことでんが、高架、連続立体交差化で乗り入れる計画があり、当初は7階建てでデパートを入居させる計画もあったが、現行の公開規案に変更された。しかし2005年、香川県が財政難から事業を凍結し、2010年2月10日に、香川県の公共事業再評価委員会が事業中止の答申を出した。これを受けて、 同年2月25日の香川県議会で、真鍋竹則知事、当時は、正式に計画の中止を表明した、詳細は、高松執行駅の項目を参照なお、計画時に JR とことでなど関係者間で、一切の話し合いが足れなかったとされる。真鍋知事は中止決定に際して、両駅の連絡については、屋根付き歩道や案内標識を整備することにより、利用者の快適性や、 利便性の向上を図っていくと述べ、これを受けて2010年7月に、駅入口から東側に伸びる歩道の屋根が、駅前タクシー乗り場から中央通りの交差点手前まで延伸された。一方で、高松市が琴電、琴平こと潜伏生産駅北に LRT を導入することを2008年以降検討しており、2009年12月の協議会で示された案には起点を、 JR 高松駅とするプランが含まれている。その後、駅南側の土地は公園を経て、高速バスターミナルが整備され2013年10月1日に、使用が開始されている。4面9線の東端式ホームを持つ、地上駅で高松港に隣接する。東端式であるため、駅周辺の道路や駅前広場からホームまで一切の段差がなく、 バリアフリー構造となっている。一部のホームは乗降ステップのない車両へ乗降する際の段差が少なく、JR 四国の管轄駅では当駅が唯一の事例である。ホーム上には待合所が設置されている。長らく空調設備はなかったが、2010年に4.5番線、6.7番線ホームのものにのみエアコンが設置された。 なおエアコンの運転時間は6時30分から22時までとなっている。列車接近放送では、瀬戸の花嫁のメロディが流れる。これは、香川、愛媛、除く松山駅西両県内の主要駅でも流れる。現在の駅は2001年に 0.3km、宇和島、徳島方に移転したものである。そのため 0km ポストはなく、0.3km から始まっている。 なお、このキロポストは5番線ホームの下にある。改札口やコンコース、緑の窓口といった駅そのものの施設のほか、ワープ、高松支店や駅レンタカーなどの旅行関連施設、商業施設のコム、高松などが入居している。1日平均の乗車人員は以下の通りである。かつては、向行連絡線との接続駅として賑わい。 連絡線が廃止された現在でも四国における鉄道の起点である。発着本数は1日あたり360本程度あり、利用者数、発着本数ともに JR 四国で最多となってる。全体の利用者数としては各年とも減少傾向にあるが、1988年、昭和63年4月10日の瀬戸大橋開通に、 伴う瀬戸大発線開業の影響で、同年の利用者数は前年比4割と爆発的に増加している。岡山駅において、山陽新幹線始発列車への接続をするため、当駅の始発列車は比較的早い。2016年時点では午前4時35分発の快速マリンライナー2号。緑の窓口の営業時間も始発列車に合わせており、 午前4時20分に営業を開始する。緑の窓口は営業開始時間が全国の駅で最も早く営業を開始する窓口となっている。出雲市駅も同じく午前4時20分開始。四国清祖区及び JR 四国が全ての資本を出資する高松駅弁が販売していたが業績の悪化により2014年6月20日をもって廃業店舗は 同年5月11日に閉鎖した。同年6月21日より、ステーションクリエイト東四国が引き継ぎ販売している、岡山の三吉屋本店に製造を委託。主な駅弁は、下記の通り。高松駅、高松港旅客ターミナルなどを含めた、高松港等地区など付近一帯は、三方と高松として、再開発されており、高松港へ続く、駅北側には、 オフィスビル、高松ポート合同庁舎、2006年12月完成、多数の高層マンションが所狭しと隣立している。また、駅前広場に面して、四国最大級のシティホテルである JR、ホテルクレメント高松、高さ151メートルの高松シンボルタワー、高松港旅客ターミナルビルなどの高層ビル群が立ち並んでいる。JR 四国の本社もこの地区に存在する。 高松の繁華街はことでん、河原町駅周辺だが、高松駅周辺が新たな商業、業務拠点となりつつある。高松駅バス停は、高松市内を走る路線バスほぼすべての発着点となるターミナルであり、主な高速バスもここに停車する。乗り場はほぼすべての路線が、高松駅前広場を挟んだ北側及び、駅南側に位置す、高松駅前。 バスターミナルに集約されており、鉄道駅舎からは、屋根付きで結ばれているため、雨天時にも濡れることなく、乗り換えが可能である。2013年9月以前は、北側のみであったが、同年10月1日より高速バスは、駅南側の敷地、高松筑工駅が移転する予定だった場所に、新設された乗り場に移転した。特急については列車ごとの記事を参照のこと、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。